創業から3年弱、急成長する中国のシェアサイクル、モバイク。すでに世界5カ国150都市で導入されています。日本での試験運用は今年8月の札幌が最初。その背景にはノーマップス実行委員会の強い働きかけがありました。我々全都市でサービス展開する際に必ず自治体さん、地元の行政さんと、あとは民間企業さんと連携をさせていただいてサービスを展開するんですけれども、札幌の場合非常にノーマップスさんのご支援もあって、札幌市さん、あとは民間の企業さん、非常にスピーディーに連携が進んだ。そして駐輪スペースであったり利用のルールが速やかに決定できたというところが一番早くスタートできた理由ですね。モバイクは専用アプリで利用予約、施錠、会場、支払いができる手軽さと安さが最大の特徴です。すごい便利だな。ちょっとした買い物に行きたい時とか、友達とのサイクリングとかも楽しそうなんですよ。これ行ったら大通公園の間とかに使えたりしたら便利かなと思います。車体にはインターネット回線とつながる SIM カードが入っていて、GPS で自転車の場所を検索したり、どこを走ったかの利用履歴もデータとして取ることができます。モバイクの試験運用開始にあたり、札幌市は駐輪場設置に協力してくれる企業の紹介などで協力。現在、札幌ドラッグストアやセコマなど4社が店舗前を駐輪場として提供しています。試験運用開始からおよそ2ヶ月、利用は順調に伸びているといいます。17箇所でスタートした駐輪場はおよそ30箇所に拡大。利用エリアもスタート時の琴に総面地区から市内各所へ広げていく考えです。現時点ではまだ数百台という規模感で展開しているんですけれども、その札幌のもっと広いエリア展開していくとなると数千台という規模感、非常にニーズとしてもですね、十分かなと思っているので。インターネットを介して物を共有するシェアリングエコノミー。モバイクのほか民泊やカーシェアなどを含めた国内の市場規模は285億円。2020年には倍増するという予測もあります。世界的にはもう非常に広がっている市場だと思うんですけれども、日本はまだまだ普及フェーズ、広がっていくフェーズかなと思っていまして、行政自治体さんでしたりとか、あとは民間パートナーさんと一緒に市場を作り上げていくというのが今すごい大事なタイミングなんだろうなというふうに考えています。